みんな聞け、今日はこれから新型ジムに座談会捜査を行う、集まってくれたら協力者の皆さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。一人ずつ、こちらから自己紹介、それからグレードどのぐらい乗ってるのか、カメラに向かって一人ずつお願いします。はい、ツイッターの名前ポンギハラちゃんでやらせていただいております。車は GB64 の XC で、おととしの7月に納車しました。おととしの7月ってことは2019年の7月ですね。いや、それはわかるんですよ、はい、どのぐらいの期間か知ってんの。まあ1年と、うん、まあもうすぐ2年になるかなもうすぐ2年ところですね、うん、お隣のちょんまげさん。ちょんまげです。ちょんまげですじゃないですか。前田です。JB64 の XC ですね。グレードは XC で1年半今乗っております、うん、まあ大体同じぐらい。同じぐらいですね。同じグレードで、ね、はい、俺の動画でおなじみの、はい、はい、じゃあ皆さんこんにちは。まあ知ってる方もいらっしゃるかと思うんですが、青の、JB64 に乗ってます。まあインスタとか YouTube ね全部含めて、まあ、月桂樹京一でやってます。納車したのは、もうかれこれ2年半ぐらい前なんで、平成30年の、9月です。9月のもう本当頭ですね、はい、ということはもう割と出てすぐ。出てすぐです。発売してすぐ、はい、まあちょっと新興車なんですけど、うん、はい、その当時の新興車ってじゃあすごい高いじゃないですか。たまたまですね、うん、あの出物を見つけまして、僕は一応180乗り出しで買いました。 XL で一応セーフティサポートがついてマニュアルで。おお、はい、じゃあそんなにあのディーラーで買うのとかあんまり変わらない。変わらないです。大体見積もり出したのとそんな変わらないぐらいですね、はい、この青いね、ここに映ってる青い、今ちょっとモザイクかかってるんだけど、あの青い地味、はい、じゃあお隣の、はい、はじめまして、自分にパックという名前でインスタの方で、やらせてやってます。で、ツイッターはやってません。で、ジムニーのブレードは XL のシルバーです。で、今年の9月末ぐらいに車検があるので、まあ、2年、劇場さんと大体同じぐらい、はい、乗ってるので、3年も近いってことですね、はい、うん、なるほど。あれ、俺のが一番新しい。そうかもしれない、ね、あんな傷だらけなの。というわけで、今日新型ジムニー乗りの皆さんに集まっていただいたのは、これからジムに買う人、これから納車迎える方も、多数いらっしゃるので、そういった方に、今日はジムに乗ってよかったよと、もしくは、ダメだったよと、うん、こういうふうに改造した方がいいんじゃないかとか、そういった意見をね、交わしたいなと思ってます。とりあえず新型ジムに買ってよかったよと、ジムのこんなところがいいよというのを、じゃあポンリーさんから、はい、はい、自分はいろんな方と知り合えたことがすごい良かったかなと、うん、思います。で、悪いところ、まあ、軽自動車で考えちゃうとちょっと小回りが利きづらいので、うん、まあ、住宅地に家があるんですけれども、ちょっと小回りしづらいから駐車しづらいとか、うん、運転しづらいかなって、純正だとフラフラしちゃうかなっていうのはありますね。はい、なんで小回り利かないんですか。まあ構造上の問題ですかね。知り合いがたくさんできたと。そうですね、まあ、料理教室みたいなもんですよね。知り合いがいっぱいできてる、はい、お深いとそうですね、うん、結構ジムニーってすれ違っても、おジムニーだみたいに、うん、そうですね、なるじゃないですか。多分プリウスの人はならないと思うんですよ。確かに。おプリウスっつっていじってればなるかもしれないけどね、うん、そうですね。まあちょっとそうですね、良かったところ点がザクッとしすぎだなとは思ってます。すいません。はい、はい、前田さんどうですか。僕はそうですね、今回四駆自体が初めてなんですよ、うん、なんで普通車に乗ってた人からの感覚で言うと、良かったのはどこにでも行ける、普通車で行けないとこに入っていけるっていうのはでかかったですね。四駆の魅力でジムに買おうとしてる人向けで言うと、普通の乗用車と比べるとその辺はもう圧倒的ですよね。確かにどこでも行けるっていうのはね、皆さん、うん、ただあの今後買う方に一応注意してほしいのは、どこでも行けると言っても、そうです、ね、大使館の中とか入っちゃうと捕まるの で、 そうです。逆にじゃあそうダメなところありますか。ダメな、気をつけた方がいいと、買う人に、買う人に、普通の車から乗り換える場合だとやっぱりちょっと、特に64の場合
電子スロットルになってるんで、うん、アクセル踏んだ時が重いっていうのはありますね。まあ出だしぐらいですよね。初速がいまいちとかぐらいだと思います。あとはもう全部リカバリーできるぐらい楽しいから自分はいいのかなって気はしてます。じゃあ発売当初から乗ってる月桂樹教授さん、はい、ちょっと待ってください。その前に、はい、あなたね、はい、結構こういう会話した時に、はい、結構人の意見に、はい、あそれはそれって入ってくるじゃない、はい、今一切入ってこなかったでしょ自分の番来るのに緊張してるんじゃないですかそうです、緊張してるんですまあやっぱりなんて言うんだろうな、カスタムパーツが充実してるのが一番だと思いますね。やっぱりあの、まあ、ノーマルで乗るのもいいんですけど、まあ、グリル変えたり、まあ、ホイール変えたりね、皆さんしたいとは思うんで、まあいろいろね出てれば出てるほど、まあ、個性を出せる、まあ、組み合わせによってね全部違うジムになるので、まあ、そういうとこがね一番いいとこかなと思いますね、はあ、今日5台いるけど1台も被ってないもんね。そうですね、スタイル自体が、うん、本当に。でまあ悪いところ、悪いところっていうと、まあ私そんなに気にはしてないんですけど、まあ結構聞く話だと、まあちょっと荷物が積めないで、結構話には聞きますね。まあまあね、上にキャリアつけたりして、まあね不足を補ってる人もいますけど、まあその辺は、まあ、アフターパーツで補えるのかなとは思いますね。アークさんどうですか。はい、いいところ、はい、いいところは、やっぱり前田さんもおっしゃってますけど、人が行けないところに行ける、河原によくちょっと、ご飯食べるとか行ったりするんですけど、皆さんがいる場所よりも絶対車で行けない場所に行って静かな場所で過ごせるとか、やっぱり、ですね、行けないところに行けるですね、はい、で楽しめるっていうところがすごくいいかなと、はい、思ってます。で悪いところはやっぱり自分、ずっとジムニーを今まで乗ってたので、悪いところって全然 ないんですよね、はい、乗り心地もすごく良くなりましたし、ですけどやっぱ皆さん、今まで乗ってない方が乗られたりすると、普通のやっぱ軽自動車とか比べるとやっぱ狭いですし、燃費も悪いですし、はい、なので、はい、そういったところがあれなんですかね、ちょっと悪いところなのかなと、はい、思います。燃費は皆さんどのぐらいですかね、街乗りで考えて。街乗りで考えて、私は12キロ前半ぐらい、まあ、飛ばす方ですけれどもね、一応朝の渋滞、ゴールデンタイムのラッシュで8から10で、そうじゃなければ大体11とかってとこですね、まあ、私、まあ、とりあえず、まあ、一番ノーマルの時に、まあ、初日に700キロぐらい走って自走で帰ってきたんですけど、その時はまあ85から90キロで巡航で大体リッター17から18ぐらい、で今はまあ大体100キロぐらいで巡航すると、まあ ちょっとね、ちょっとダウンギアとか入ってるんでちょっと燃費には悪いんですけど、まあ 10ぐらい、10前後走りますね、はい。でまあ通勤ちょっと不規則なんであれなんですけど、まあメーター上はまあ 9から10ぐらいは走りますね。ちょっとそこそこ信号がないとこ走るんで、はい、そんな感じですね。僕は今の仕様だとリッター10キロちょっととかいう形 で、何もやらない最初のノーマルの時は、12か11かっていうぐらいでした、はい、で皆さん結構燃費悪い燃費悪いって言いますけど、まあ、私もともと結構燃費の悪い、まあまあ、いわゆるドリフトする車乗ってたので、ものすごく燃費はよく感じます。リッター4、5平気な平気でそのくらいの車乗ってたのでもし燃費気にされる方がもうジムに買いたいっていうのであれば、絶対レインボートのアイスワイヤーは買った方がいいです、ノーマル装着で自分の車で、2キロから3キロ上がってます、確実なデータなのですごいおすすめです、もし気にするようだったら、ね、ただそれいくらするんですか。値段上がっちゃったんですよ今、3万4000かな、多分ガソリンどのぐらいになるなので新車の時にねつけてもらえれば一生つけられるんで、いずれ元取れちゃうものなんですから、プラスで電装系とかオーディオとかね、結構いい効果もありますのでおすすめです。なるほど、はい、今、ポンリーさんが言ったみたいな、これをつけるといいよとか、こういう風にカスタムするといいよっていうのがもしあればお願いします。そうです、僕の場合は河原に行ったりとか
ちょっと皆さんと一緒にこういったオフロード遊ばせてもらうときにやっぱマットですかね、フロアマット、 3D マットにすると、はいはいはい、まあ汚れないのでやっぱ泥が捨てやすくて車内が汚れにくいので、うん、それは本当おすすめです、はい、なるほど、うん、すごい言われてしまいましたね。いやでもそれに関してはすいません、それに関してはあの 3D マットね、うん、買わなくてもやってる人がいたんですよ、ここに。あれを言っちゃっていいんですか、うん、あれ言ってください、はい、まあ、私買った時はまだそういったアフターパーツがあまり出てなくて、うん、一応まあ純正のフロアマットを買って、うん、その下にでっかいゴミ袋を引いて、はい、あの養生テープで周りをくっつけるっていう作業をしてましたね。あのちょっと、はい、ドラ遊びするドラ遊びするとき、まあちょっと私ちょっとトライアルレースとかかぶ、はい、かじってるんですけど、ちょっと足元悪いときはこう養生してでそのまま出してポイポイして、で最悪穴開いてなければまたゴミ袋としても再利用できるんで、すごい。はい。だあまりね、フロードが行かれない人は、まあ、そういった使い、うまくね、応用して使うこともできるのかなと思いますね。ちょっと足元ゴワ、ね、ゴワゴワするんで、もしかしたら嫌だなっていう人もいると思うんで、3D マットだと。はあ、あのジムニーのいいところは、そういったなんていうかな、手作りをいろいろできる、うん、遊び心で。結構インスタグラムとかでも、100均のパーツで細工して傘ホルダーを作ったりとか、うん、そういうのができるじゃないですか。そうですね、あれを例えばキャデラックのエスカレーターでやるとちょっとかっこ悪いですよね。ジミーだからちょっとアイデアいいねっていう風になるじゃないですか。そういうのがこう湯水のように、ね、湧いてくるじゃないですか、アイデア、はい、そういう楽しみ方もできると、うん、はい、うん、まあね、人それぞれのカスタムがあって、うん、ね、ホンリーさんなんかは、はい、ちょっと車高下げて、そうですね、サーキット仕様、はい、うん、スーパーラップの時にそれこそ捜査官がタイヤの紹介で動画出していただいたので、うん、これタイヤ純正の履いてるんですよってやってるシーンがありますんで、そんなことやったかな、そうありました、と確認しました、はい、はい、屋根の下にあった、そう、あれまだ車高下がってないですよね。車高下がってましたね、下がってたぞ、あの時は下がってました、マフラーが変わってない、なるほど、マフラーと外装は変わってない。私なんか結構 DIY 好きなんで、まあ映ってるかちょっと分かんないですけど、スコップホルダーとかも自作したり、うん、まあ、してるんで、まあちょっと自作を好きな人だったらね、いろいろ作ったりね、本当にできるかもしれないですね、うん、見てる人は、うん、対象者はこれからジムに、納車待ってる人、もしくは契約行きたい人なので、うんうん、そういった人たちに、アドバイスなどがあれば、うん、アドバイス、あ、そうだ、ちょこちょこSNS とかで話題に出てくるグレードについて、あ、はい、今買ってる、今持ってる自己自身のグレードに対して、まあ、これで良かった、またはやっぱ下のものが良かったとか、そういうのはどうですかね。実際乗ってみて、こう、はい、なんつうんだろう、この差っていうのかな、なるほどね、はい、まあ、これで満足、それともいや下のグレードの方が良かったとか、逆に上の方が良かったとか、あ、そういうのはどうですかね。いいですね、はい、まあ XG が俺だけなので、はい、うん、俺はもう最初から XG 狙いで、うん、で XG で良かったなというか、不満はない、うんうん、まあ、スタートボタンがね、はい、ないんだけど、逆にそれがいいんです、そう、今まで乗ったことないし、そんなの、はい、うん、普通にこう鍵回してかけるっていうのが俺はいいかなとか、はい、うん、あと必要な、何あるかな、折りたたみのあれか、自動のミラー、あー、あー、うん、まあ、まあその辺はね、うまく電気できる人だったら、まあつけようと思えば頑張ればつける、まあ、あとはまあ普通にカパってね、あ、まあ手動で、あ、まあ、ラゲッジボックスって下ついてなかったですよね、確かないですね、 あれってどうでした、なくて不便とかってなくて不便はないかな、フルフラットにしない限りは別になくても構わないな、あ、そうですね、確かに、うん、逆にこれの場合はってこうスーッときてこうバコンってなるでしょ、うん、はい、ここに工具箱とかすっぽりはまるので、あ、逆にいいですね、うん、あっちゃこっちゃいかないから、そう、うん、っていうのは良かったかな、あとは安いぞ。それは一番ね。おっしゃってましたね。強いて言うなら、シートヒーターだけは欲しかった。シート、ああ、うん、確かに、ね。そこだけはちょっと悩んだ。そうですね。うん、ただどっちにしろセミバケットに変えるので、はい、うん、まあじゃあいいかなって感じですよね。うん、で XC の人たちは。XC、僕 L、 ここが L か、はい、XLL か、僕ら、うん、XC ですね、うまいこと並んでるな、俺。どうですか、うん、XC、
個人的にカメラいらなかったかなって。だから XC 一応注文入れてたんですけど、実際は一番下でも良かったかなって、まあ個人的な使い方にもよるんですけどね、うん、ただヘッドライトがどうしても真っ白のが欲しかったので、それでまあグレードは XC しかないのでそれで選んでって感じですかね、うん。結構都内とか運転してると自転車とか結構突っ込んでくるんで、飛び出し、飛び出し結構あのウーバーとか、はいはい言っちゃったよピー入れないとだね、ピーバーとか突っ込んできたり結構危ない時あったんで、うん、そう、それであとやっぱケツがあったかい方がいいっていうのがあったんで、うん、その2択っすね、うん。まあ、私はまあ中間グレードの XL なんですが、うん、まあ、一応新興車だったんで、まあ、ちょっと嫌でもちょっとブレーキサポーターがついてきたんで、そういう意味では XC と一緒なんですけど、まあ、やっぱりガラス割っちゃった時とか、まあ、リフトアップローダウンの時に、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、エーミングって、ね、作業が必要になってくるんで、まあ、そこでちょっとね、まあ、プラスアルファお金が必要になっちゃうのかなと思いますし、で今ね捜査官も言ってたんですけど XG だと鍵なんです、うん。XL、XC はボタンなんですけど、ちょっと私、やっぱりまあレースやってて、演出したときに、クラッチ踏んでボタンを押すときに、タイムラグがあるんですね、やっぱりボタンを押して、キルルっていうのがあるんです、それがちょっと煩わしいですね、やっぱ鍵だったら、パッとこうエンジンかけれるんで、やっぱり、もともとは XG が良かった、まあ、たまたま新車で、まあ、出てきたから買ったっていう感じなんで。僕はやっぱりそういった走りはやらないので、やるとかはないので、やっぱりこのボタンで感動でした。ジムニーにボタンがついてると思って、はいですね。で、あとは、グレード関係ないんですけど、僕個人的にあの雨問いっていうんです、上にパテッてパッて、あれがあるとちょっとした雨ぐらいだったら入ってこないので、 JB23 の時はその雨を防ぐ、あれとかが必要だったりしたんですけど、あれがいらない。で、見た目がすっきりすごくして、はい、すごく、あ、これいいなと思って。あとは、タープを、キャプテンスタックの、なんと、カージョイントをあそこの雨戸につけて、タープをそこに引っ掛けて、テント張るのがちょっと楽だったりするので。はい、これね、はい、意外となかなかあまり聞かない意見ですよね、うん、そういうのは欲しかったんですよ。あ、最初からやりますぞもしかそこだけ使うぞあと見た目がドアワイザーでしたっけ、はい、まあ、あれがなくてもそんなに気にならない、はい、すっきりやっぱするので、あれがないと見た目がすごく、はい、オフロード行くと大体割れますからね結構割れますね、傷も。今日実はこのブロンコさんで、撮影させてもらってるんだが、閉店まで残り30分ということで片付けもあるので今日はこの辺にして、うん、ちょっとまたこういうのどうですかね、やりませんか。やります。あ、いいと思います。あ、最後のハックさんみたいな意見を欲しいんですよ皆さんちょっと使い方が特殊かもしれない、ね、どこでも行けるとかね知り合いがたくさんできるからね散々聞いてるんですよそんなことこの動画見なくても、はい、ただ大使館は行っちゃダメですよ皆さん、というわけで、ぜひねこれから買う人楽しんでほしいですよね、はい、うん、まあ、楽しい車なんで皆さんジミーライフを楽しんでください。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。以上で操作を終了する。せーの、デルロック